地検人の人たちが建国したエディンは大陸中の人たちの注目を集めました。注目が集まるってことはシェアも集まりやすいですから、私たちにはすごく切実な問題です。もちろん裏では汚いことなんかもやっていて、お姉ちゃんたちと私はそれを止めるためにいろいろ頑張ったんですけど、肝心の時になるとイエローハートさんやあの女の子のモンスターが出てきて、私たちは手も足も出ず、そうやって私たちが負けるとますますエディンを信仰する人が増えちゃうっていう悪循環がもう長い間続いています。でもそれに対する有効な打開策も全然思いつかなくて、そうしてずるずると過ごしているうちに気づいたら10年も経っていました。こんな感じかな。自分では結構うまく話せたと思うんだけど。ナレーションでもつくのそれ。ということで今回は気分を変えてルビーの教会からお送りするよ。いつもプラネティウムだとつまんないもんね。そんなくだらない理由で私の教会を使われても困るのだけど。あのここの教会が一番エディンに近いっていうちゃんとした理由もありますから。しかしあれだよね、10年経ったなんて簡単に一言で言ってくれちゃったけど全然説得力ないよね。私たちの見た目なんて全く変わってないしさ。そればかりは仕方ありませんわ。私の美しさは永遠のものですもの。あ、でも IF さんとコンパさんはちゃんと大人になったし。それだけじゃインパクトが弱いよ。そうだね、私的には2部になった瞬間、華奢だった少年が世紀末救世主ばりにトンファー振り回すようになってるくらいのギャップは必要だと思うんだ。それはそれで賛否が分かれそうね。あのさ、あなたたち私たちの置かれてる状況理解してるわよね。ちゃんとしてるよ。だったら少しは真面目に話し合おうとかないのかしら。そのために集まったのよね。相変わらず真面目だね。こういう時だからこそ逆に明るさを忘れちゃダメなんだって。あなたは放っといたら一日中でもバカ話してるでしょ。ノワールさん落ち着いて。そんな時は緑茶が一番だ。俺様の心のように熱く煮えたぎる緑茶を飲んで気を沈めるといいぞ。おー、ありがとう、気が利くねって。うわあ、おっとっと、おいおい気をつけないと。こぼして火傷でもしたら大変だぞ。こいつ七賢人の。なぜルイの教会におりますの。修理したのよ。和風の城にお茶組ロボットは定番でしょ。お茶組ロボット。そこロボットって単語だけに反応してんじゃないわよ。定番どころか明らかに違和感ありありですけれど。ねえねえブランちゃん、何かしら。じー、そんなに見つめられたら困るんだけど。えへへへ、
優しいね。いや、優しくねえし、そんなんじゃねえからな。変な勘違いすんなよな。照れてるブラン様も可愛いな。ブランちゃん、可愛い。可愛くねえし、てめえらいい加減に。ねえねえ、こいつってば危なくないの？いきなりうおー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 とか言って暴れ出したりしない？おいおい、俺様はそんな恩知らずな男じゃないぞ。もしそう思われてるんなら悲しいな。ブラン様は文字通り命の恩人だから、この命はブラン様とルイのために捧げると俺様は誓ったるさ。まあそういうことらしいわ。まあよその教会のことにあまり口出しをするものでもありませんし、ブランが良いのでしたら何も言いませんけれど。あのブランさん、この人分解してみちゃダメですか？分解だ？なんて物騒なことを言い出す女の子なんだ。本人に聞いてみれば。お願いします。頭だけ、頭だけでもいいですから。一番重要なところじゃないか。ダメダメ、絶対にダメだ。そこをなんとか。この通り。もう一回だけ言うけど、そろそろ真面目な話をしたいんだけど。わ、久々にノワールがマジギレしそうだ。あ、ごめんなさい、真面目にやります。あなたは下がっていいわ、ご苦労様。了解。お茶のおかわりが欲しくなったらいつでも呼んでくれよ。とは言いましても、話し合うことなんてほとんどありませんのよね。だよね。相変わらず向こうの女神には負けっぱなしだし、おっさんのモンスターには手出しできないし。うん、何もできないまま時間だけが過ぎちゃってる感じ。こうしてたまに集まっても愚痴を言い合うしかできていない。って何もしないってわけにはいかないでしょ。こうやって相談してれば何かいいアイデアが出る可能性だって。でも何にも浮かばないし。実際問題として困っているのは確かなのですけれど、気づいたらリーンボックスのシェアも半分近くが奪われてしまいましたし。そりゃベールよりも強くて大きい女神がいたら、ベールを信仰する理由なんてないもんね。人を胸しか価値がないみたいに言わないでくださる。その点ブランは真逆の需要があるから心配いらないね。喧嘩売ってんならいいねで買うぞ。ないよ。そうだよ、私たちだってそんなに変わんないし。いやいや、1と0の差は大きいよ。1を増やすことはできるけど、無から有を生み出すことはできないんだよ。有にこと書いて0だぞてめえ。ふざけるのよ。だいたいシェアを奪われて一番困るのはあなたでしょ。元の世界に帰れなくて。それを言われると向こうの世界も大変みたいなんだよね。イーソン越しに話聞いててもピリピリと緊張感が伝わってきて。なんとかしなきゃとは思ってるんですけど。
具体的な方策はありませんのよね。結局は堂々巡りね。困ったね。だからってこの私が、私たちがやられっぱなしなんて、そんなの。ブラン様！うわ、うっそー！耳が痛い。ただでさえ声が大きいんだから、大声を出すなと言ってあるわよね。おっと、ついうっかり。でも、腹の底から思いっきり大声を出すと、気分がスカッとするな。そうか、分かってくれるか。よし、それじゃあ一緒に。うわあ！うわあ！うっせえ！なんか用があるんじゃねえのかよ！ああ、そうだ。忘れるところだった。緊急連絡だ。七賢人の連中が町の外れで悪さをしてるらしいぞ。町の外れ？随分と近くですわね。くそ、調子に乗りやがって。わかった、すぐにぶっ飛ばしてきてやる。あ、でも、もしあのモンスターが出てきてたら。だからって、行かないわけにもいかないでしょ。留守番よろしく。お茶おいしかった。ごちそうさま。気をつけるんだぞ。俺様はここでみんなのことを応援しているからな。見聞者になったですか？いきなり切り込んできたわね。けどまあ、この際だからコンパにだけは話しておこうかしら。もしかして複雑な事情があるです？今はそうでもないんだけど、当時の私にしてみれば複雑だったかもしれないわ。あの頃の私は思春期というか反抗期真っ盛りだったのよ。それでなんていうか、家にいたくなかったというか、一人になりたかったのよ。そして何を思ったか、あのネプコたちでも仕事ができてるんだから私だってやってやるってね。けど結果として諜報員と見聞者を両立してるから、愛ちゃんはすごいですよ。そうかしら。そうですよ、愛ちゃんはとっても偉いです。他の誰かが褒めなくたって私が褒めてあげるです。本当ありがとう。ですか、アイちゃん。私の胸元に何かついてるですか？昔から同じものを食べて育ったはずなのに、どうしてコンパばっかり育つのかしら。育つ？身長ですか？そうじゃなくて、だからね、うわ。ね？なあ、胸よ胸。恥ずかしいこと言わせないでよね。なんだ、アイちゃん私の胸を見てたんですね。それならそうとはっきり言ってくれればよかったのに。それで私の胸がどうしたんです？
さっきも言ったけど、同じものを食べて同じ環境で育ったのに、なんでここまで差が出るんだろうって思って。コンパほどじゃなくてももう少し大きければ格好がつくってのに、これじゃあ威厳なんてありゃしないわ。けどあったらあったで邪魔ですよ。走る時とか特にそうですし、愛ちゃんの場合はお仕事をするのに邪魔だと思いますよ。だとしても欲しいものは欲しいのよ。たとえ邪魔だとしても胸があった方がセクシーで大人って感じがしていいと思わない？私は今のままの愛ちゃんの方が好きですよ。けどそこまで欲しいのなら。欲しいのなら私が揉んであげるです。えっ、ちょ、ここばいきなり何するのよ。大きくするには揉めばいいって前にネプネプが言ってたです。だから協力してあげるです。えからって、やめやめてあげないです。敵として認めたみたいね。軍事ロボだかなんだか知らないけど、こんな物騒なもの放っておけないわ。ネプテューヌ、被害が出る前に片付けるわよ。オッケー、ノワール。ノワール、一瞬で終わらせるわよ。当然、こんなポンコツ真っ二つよ。なら何度でも切るまでよ。何なのよこいつ、全然歯が立たないじゃない。正攻法じゃ勝てないわ。せめてプルルンがいてくれたら魔法攻撃でどうにかできたかもしれないのに。二人とも、ここは私に任せてください。鉄拳ちゃん危険よ、あなたは下がって。多分大丈夫です。このジャックスリーナインとは戦い慣れているので。ひゃー、トリアー。キ鉄拳ちゃん待って、今援護するわ。
今の私の聞き間違いかしら。あの子、眠らしいわ。そう。ちょっと名残惜しいけど、一気に決めちゃうよ。ケンちゃんが押してる。どうして？私たちの攻撃は全く効かなかったのに。装甲に直接ダメージを与えられなくても打撃の衝撃を内部フレームに伝えることでダメージを与えているんです。それにさっきから何度も同じところを打撃しているので、きっとそろそろ。鉄拳ちゃんの拳が腹部を貫通したわ。あんまり派手に壊さないでください。ネプギア。はい。10連コンボ、これでとどめ。やった、経験さんが勝ちました。ジャック39がこんなところにいるんだろう。この時、私たちはまだ知る由もなかった。やがてプラネテューヌも財閥と G 社の戦火に巻き込まれることに。という映画を鉄拳ちゃん主役で撮ろうと思うのですけど、どうでしょう。私が主役でいいんですか？むしろあなたでなければディーンボックス、いえゲーム業界に格闘ブームは起こせないと私は考えていますの。ですから協力してくださらない？あ、そうだ。あのエール様、できればクマと共演したいんですけど、ダメですか？いや、ダメならダメでいいんですけど。構いませんわよ。けど、どうして？え、いいんですか？ええ、けれどその代わり、理由を聞かせてくださる？実はこの子、あるパンダの子に一目惚れしているんです。けど、なかなか振り向いてもらえなくて。でも映画に出れば少しはアプローチできるかなって思って。動物の世界もそういうところは人間の世界と変わらないのですね。わかりましたわ。面白そうですし、その恋私が全面的に協力いたしますわ。よかったね、クマ。これでパンダのあの子に振り向いてもらえるね。ゴーゴーゴー。そうだね、かっこいいところ見せようね。